間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。あれは？これがマナストーンね。見るのは私も初めてだわ。この中からやがて神獣が蘇り、世界は再び暗黒に。やめて！あ、ごめんなさい。そうならないように頑張ってるんだもんね。さあ、この近くにジンがいるはずよ。探しましょう。おりょりょ？ねえねえ、こんなとこに新しい足跡があるでち。誰かいるのかも。誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。What?
風神像を壊したのもあなたね。消えた。ジンの様子がおかしいよ。気をつけて。ストーンを調べてたかと思うと、いきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り、全カーを召喚したんだす。あの人もマナストーンの封印を解こうとしているのかしら。ジンさん、実は…事情はわかっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。ようやくローラント城奪還の準備が整いましたね。皆さん、本当にありがとう。皆さん、本当にありがとうございました。ドンペリ様の策を遂行するため、眠りの花畑に向かいましょう。
間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。ドラ閉じ込みの技です。風よけ、ステッチ、ダイヤ、逃げられるか。
帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな？ええ、見ててください。はいな、お任せください、ご主人様だす。今がチャンスです。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけてください。樽の中にまん丸ドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。これ以上ロラント城を敵の好きにはさせません。父の無念を晴らすためにも必ず城を取り戻します。
スターを放つなんて、呪われ盗賊だ。絶対に許せません。私が倒します。皆さんは急いで。ナバール兵ね。父の仇、覚悟。違うんだ。俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。俺はそれを止めに来た。信じてくれ。ふぅ、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか、俺も詳しいことはわからない。だが、これだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して、人を殺したりはしないと。俺の調べでは、イザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男を、イザベラ、いや、美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで、奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かりました。私はこのローラントの王女だったリースです。父の仇は取りたいけれど、無実の娘さんを犠牲にはできません。ヒャッホー、さすがは王女様。もうキスしちゃう。何をするんですか。私、おっと、すまない、つい興奮してしまって。できるかどうかわかりませんが、なんとか捕まえてみます。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。されるなんてちょっと羨ましいかも。敵を全滅させましょう。
を全滅させましょう。Okay.
前たちはあの時の弟をどこへやったの？エリオットを返しなさい。知らんな。行くぞベン。ホッビル忍法ホないわよ。
覚えてろ。美獣様、申し訳ございません。